まだ早いし、どこかへ行く？
けってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよう。してよ静寂、あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ静寂。俺たちとパイなんかやってていいのか。大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソー？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？どうも。品にあふれるお三方、
あなたたちが例の気品だね。私もちゃんと待ってようと思ったんだけど、お、ほら、ポン！でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ、ちぃ！あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて、私の番？カン！面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。すっごく面白いよ。それは楽しみだ。幼児ちゃんってば、今は遊んでる場合じゃないでしょ。剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり空に至るほど高く、枝に星がなっているようだったということだ。え？そんなに大きかったの？列車と同じ、いや、宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。
レンジフードの掃除から。もう少しだからしっかりついてきてね。中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。うん、よし。後悔しても遅い。誰かな。私が守る。火を逃さず動く。誘ってないけど。無駄。ほら、まだ来た。クモ、やっ。礼儀がなってないわ。誰かな。ダンス戦闘準備。星々が私たちの名を記憶してくれる。壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。大牧師の人なの？怖いこと言わないでよ。大牧様がいるっていうのにそんなことあるわけないでしょ。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ここだよ。
ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は大牧師の人に気ままの門って呼ばれてるんだ。暇があるとよくここから抜け出して外で何時間も自由を満喫するの。何時間も？その情報は別にいらないかな。性格やら寝食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂とやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっと。なんてね、今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。キママ派総帥の称号を譲っちゃおう。次はもっと工夫したよね。騒ぎを起こしたくはない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。すまないが、
今は大木様の命により運気軍が市内の安全を確認している。この先は立ち入り禁止だ。勤務時間内だから会えるとは思わなくて。ちょっと濡れ衣を着せるのはやめてよ。私は真面目に仕事してるんだから。ほらこうやって大切な客人たちを大木様のところに案内してるでしょ。あら珍しい。今度こそうちらのことだよね。ええ、あの物静かな方がよそ者を招き入れるなんて。大木様に会いたいなら旧館の陣に行くといいわ。大木様は旧館の陣の人手不足を心配なさっているの。市内に駐在している運気軍は邪水の排除で忙しいようだし、いつになったら進展するのかしら。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ。玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。確かに似ているように聞こえるな。直接メカニズムを見てみたいものだ。それは無理かな。構造士の海玉長は玉長の技術を大切に保管してるから。でももし興味があるなら、制作会に玉長がついたアクセサリーを売ってる店があるから、時間があるときに案内してあげるよ。
じちゃんをアクセサリー屋さんに案内するって考えただけでも笑っちゃう。とにかく運行さえできれば玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大木様はそこで私たちを待ってるはず。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真の間にある。行にさえあり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり、宝眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。光源は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよだからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと、嬉しく思うわ。静
弱って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。旧館の陣の運行を再開できれば大牧師の秘技も見せられたのだけど、逆陣を待たせてしまうなんて面目ない限りね。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除についてはコホン、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。魔法の言葉って、それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。この件はお前に一任する。それからさっき聞いたことは全て忘れなさい。恩を仇で返すなんて、ご褒美がもらえると思ったのに、また仕事が増えちゃった。大牧様があなたたちを陣の元井まで案内しろってさ。どれだけ苦労して書庫に移動したと思ってるの？サボるのにぴったりな場所なんてもうないって。全部パーだよ。私の気ままな大牧師キャリアが全部パー。しくじったら大牧師から追い出されるかもしれないし、うまくいったところで今後たくさん仕事を押し付けられるだろうし、こんなことになるって知ってたら、あそこでパイを続けていればよかったな。こんなことになる、ことになるって知ってたら。静寂、それから列車の諸君、久しぶりだね。まずは礼を言わせてくれ。諸君のおかげでラフは無事カフカを捕らえることができた。カンパニーは性格ハンターに大金をかけているが、今までに逮捕したという記録はない。これで先週は一歩先に進めたというわけだ。
異なる運命を歩んでいる以上、競い合うも何もないが、同盟の死は不死の忌み物を遵守することにあり、カンパニーは自分たちの尊厳を実現することに専念している。協力はできても仲間にはなれないさ。ただカンパニーの指名手配犯を選手が捕らえられたことは個人的にとても愉快だと思っているよけれど今のところカフカが口を割る様子はない。性格ハンターの意図を明かすにはやはり大牧師の力が必要だ。その意図を明かす方法とは、旧館の陣でカフカを審問することか。その通り。大牧師の秘宝たる旧館の陣は、本来は船の航路を占い未来を問うためのもの。だが性格ハンターの秘密を解き明かすためなら、たとえ条理に背くことになっても牧さんで彼女の意図を占うしかない。旧館の陣が運行できるか否か、それが事の行く末を決める。だから諸君にも協力を頼みたい。どうか大牧殿に助力し儀式を成功させてくれ。ここが中合の陣だよ。中合を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。あ、これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。
もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんてないから。あれは金陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょう。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。負けが少なければ勝ち。まだこう。やっ。礼儀がなって。考えて。誘ってないけど。逃さず動く。やっ。誰かな。すべては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。お願いだから上がらせ。お願い。やった、上がり。
騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、移動天元剣、聖武一角。はっ！やった！ランス、戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を、断ち切れ！自分の意志で結末にたどり着いてみせる。だ。運よ、来い。これで万全だ。孫悟の意志。ここは快感の陣。確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。よし、終わり。次に行こう。時間と空間は…分かった。ここはエネルギーに関係してるんでしょ。残念。ここは行政の陣って呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。
ご苦労様。神の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。神の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法だね。そう、なら大牧様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。真相は気に入った？ありえない。でも旧館の陣に間違いはない。性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。カフカに聞きたいことがあるのなら今が絶好のチャンスだ。
行ってくるといい。俺たちはここで待っている。カフカが君に対してどう答えるか俺も気になっている。あの女と話したくない。また大人のお姉さんに騙されないように気をつけないよ。生意気になっちゃって。何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。ええ、いいわ。君がそう言うなら他人のように振る舞ってあげる。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？先週で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそう。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大牧師が私に対して旧館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら
なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ？大木が信じないのも無理はないわ。でも旧館の陣は嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、陣が捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを、請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で純種の力は欠かせないものだから、そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかった。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば、今までの私たちの努力が水の泡になってしまうの。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるの。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっごく面白かった。不思議だね、アイオンも死ぬの？無敵じゃないんだ。
絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオーン同士でしょ、なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先修人なのかい？他のアイオーンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と北条の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。分かったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を収める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら戦州人は死者の名前と玉鳥を中央市の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。
僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが。突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ。友達？いや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。安心しろ。大丈夫、問題はない。やっ、生死虚実、一年の同点元気、勝務一角。はっ、ボコボコにするよ。
ねえ、大丈夫？見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくりくぐつだったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口くん、羅刹、ごめん、また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の九月半眼で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん、私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あ、あんたには分かりにくかったね。この子は九月なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です。この身はからくり、肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条の地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、半眼は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは、重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら、私の寿命はもう終わっていたでしょう。ついてきてください。このような光景は初めてです。知ってる？
たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。どうかしら、アイオーンが死ぬ話はたくさんあるわよ。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ。どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって、主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その2、アイオン同士の戦い。強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も純種の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を狩り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞だった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる賜物剣木を手にしたけど、すぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして純種が現れ、一矢で剣木を射抜き分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。ジンちゃん、残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木になんて言えばいいんだろう。カフカが私に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはず。あんた、あの女に洗脳されてるの？
すまないが、今は大木様の命により運気軍が市内の安全を確認している。この先は立ち入り禁止だ。あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは性格だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た。ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。